よいしょ。はい、お世話になります。送り先生、送り健一です。今日はですね、これ音声大丈夫かな？はい、こちら、レッドウィング60年代ぐらいの、多分877。これをね、洗っていこうと思います。これね。これ。というのもですね、何回か前に、ヴィンテージボロボロ犬タグレッドウィング買っちゃったっていう動画やって、その時ね、これを紹介したんですけれども、これがなんか表面がベタベタしてると。うん、で、これ洗おうかどうか迷ってるっていう風に動画内で言ったら、コメントで、まあ、洗えばいいじゃんみたいなことをね、言ってくださる方が多くって、ロッキーアルバイトさん、表面の黒いやつは多分ワックスやクリームに含まれる老成分が積み重なったものだと思いますよ。とか、スモール商店さん、かっこいいです。洗いで割れ部分はさらにポロポロ剥がれると思いますが、生きてる部分がケアしてさらに良くなるので、メリハリついて愛着が倍増すると思います。とかね。パルパティーン黒さん、まあ最悪失敗したら靴屋さんへゴーですね。とかね。こういった応援メッセージをね、多くいただきまして。で、さらにね、ツイッターの方でもね、コメントいただいたりして、これなんて読むんだろう、シャーンさん。今回のブーツ映像で拝見する限り油分が大量に含まれていると思います。もしかしたら購入されたお店がオイルだけ入れてそうですが、そうなんですよ。なんかね、その古着屋さんで買ったんですけど、メンテはしてますって言ってたんですよね。で、メンテしてる割には汚かったんですよ。だから多分ね、オイルだけなんかやってんのかなっていう感じがしますね。他の方もコメントされていましたが、丸洗いされるのであれば、同時に皮本来の油分も抜けますと。サドルソープや皮に優しい洗剤でぬるま湯程度で洗っていただき、洗い後水分が乾くまでにデリケートクリームなどを入れていただくと、カサカサはマシになります。ということなので、教えていただいた、はい、こちら、サドルソープをね、ちょっと買ってみたんですよ。モーブレーのサドルソープですね。これでね、洗ってみたいなと思っております。ソール部分は硬いブラシでも、ボディ部分は柔らかいスポンジがいいかもしれません。ということなので、とりあえず、たわしね。で、ソールとかを入れて、あとこの、100均で買ってきた、スポンジ。これで、こういうね、ボディはね、洗ってってみたいなと思っております。こういうやつね。では、早速、前準備も、そこそこに。よっしゃ、やるぜ。とりあえず、わかんないから、まあ、水に入れます。で、水をね、ぶっかけます。なんか、ぬるま湯がいいって、教えてくださってたんですが、ほっとそっと夏だぜ、っていうことでね。あー、やっぱね、水はね、相当弾きますね。では、いきますよ。あ、なんか説明書が入ってる。ステインリムーバーで老分や油分を除去してからご使用くださいって書いてんな。そんなことしてないんですけどね。大丈夫かな？まあいいや、やってみよう。あ、いいにおい、こんな感じ。じゃあ。すごい、泡立つ。泡立ちます。ちょっと、バズ。お前ちょっと、邪魔だな。よっ、いいぞいいぞいいぞ。よいしょ。では。こういう感じ？これ洗えてる？なんかあんまり汚れが落ちてるっていう感じがしないね。なんていうの、泡がそこまで茶色くならないっていうかさ、このさ、ちょっと怖いのはひび割れがあるんだよね。このひび割れがさ、大丈夫なのかなっていう。綺麗になってんのかな。なんか綺麗になってる感じがあんまりしないですね。ちょっと一発水かけてみようか。あ、綺麗になってる。これ全然違う。ほら、ほら。よしよし、この調子でいこう。で、こっちのこのザラザラした方は使いません。こっちの柔らかい方ね、の方が多分いいんだと思う。この皮がすごい柔らかいんですよね、本当にね。なんていうの、ぬめ、ぬ、まあ、ここは、柔らかい皮使ってると思うんですよ、このタウンはね。にしても柔らかい。これ、あれだな、なんか形がさ、最近やる？固まった油？ローテーション？これがね、全然ね、落ちないんですよね。これさ、これよ。この黒いやつ、
この黒いやつをね取りたいんだけど、スポンジのこの柔らかい方じゃね落ちないんだよ。なのでシャラ臭いので、ちょっとこのスポンジのさ、この緑の硬い方、これで やってみます。あ、やっぱね緑でやったら取れます。うん、取れる取れる、すげえ取れる、全然違う。ほらほらね、ほらここここ全然違う。ちょっと緑でもね、緑は多分ねあんまり使っちゃいけないんだよ。皮にはね相当ね悪いと思う。これは怒られるで、これは怒られる。血がだいぶ出てきましたね。緑で行ってみようか。シャラクセイ、シャラクセイじゃん。緑だとやっぱね落ちるんですよね。なんか泡がさ茶色くなる、落ちる感じがする。でも同時に皮が削れてる感じがする。ダメじゃん。でもさ、やっぱこのアイリッシュセッターのさ、この古い年代の色をさ拝みたいじゃないですか。ね、オーロラセットって呼ばれてるやつ。だからなるべくこの上についてる油、多分油を落とす。ここがもうね怖いよね。こんなんかね、なんていうの、サメ肌みたいになってんだよね。だからさ、皮が削れてさ、なんていうの、粉みたいになってついてる。これはまずいなと思います。これは多分いけないんだろうなと。すごい綺麗ですか、これ。これ見てください、ほら色が全然違う。これ別物。じゃ逆側もいきます。ほら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 。じゃで、ここ、これはね左足穴が開いてるんですよ、これね。うわ、すげえ綺麗になる、これ。これあれだろうね、もうブーツに詳しい人はさ、何してんのこいつみたいなさ感じかもしれないですね。セミの声がすごい。うわ、あやばい、なくなってきた。足りるか、水道水が。お湯、なんかこうやってさ、60年も前のブーツなんだけど、そこにビビらすさ、独自のメンテをさ、コトコトさ、あ、俺のブーツなんだなっていう。あんま良くないけどね、まあ、愛着は湧くよね、こうやって、まあ、雑に扱ってんだけど、でもそれは別に良かれと思ってやってるから多分良くないんだけど、でもなんか例えば僕なんかはジーンズが好きなんで、長く楽しむためにはやっぱ洗わないといけないなっていう立場でね、まあ、考え方でいるんだけど、でもジーンズ洗わない方がいいっていう人もいるわけじゃないですか。で洗わないですごい履きまくって、ですっごいいい老人にさせる人も いるわけで、それはそれで一つのなんていうの、答えなんですね。それが間違いだっていうことってできないというか、まあその人の正解だからさ。まあそれにしてもすごい綺麗になってね、なんかここで洗濯物ができた。洗濯物ができるってこれでこの波を利用え？マジでそれ、まあ、できんわね、こんなうまくはできんわね。うわ、すっげえ良くなった。こんな状態すーごい綺麗になった。あー、すごい綺麗。水はすごい含んでるので、これいいのかな、わかんないけど、ほら戻んないの。すっごい柔らかい皮が、水が全然ない土地みたいなひび割れ方っていう。これはね、あんまり良くないんだろうなと思いながら、まあいいやと思って やりました。満足です。今んとこ、今んとこね。では、陰干ししてね、何日か乾かして、で、半乾きの状態で、デリケートクリームかな。
クリームをねちょっと入れていきますんで、とりあえず半乾きにさせます。はい、本当は明日の朝とかにこのねデリケートクリームをねしていこうと思ってたんですけど、なんかねカッサカサなんですよまだね1日とかしかさ立ってないのに、でなんかねこうやってやったら色が変わるの、こうやってでこうやってさこすったらなんか粉がさ出るみたいな状態になってしまいまして、でねちょっとカメラの充電とかがちょっとできてないんで今急遽携帯で撮ってんだけど、ちょっとねこれからとりあえずこれをね大急ぎでやりたいと思います。モーブレーのレザーデリケートクリーム、こんな感じ、なんかあの女の子が夜寝る前に肌につけるような感じのクリームとなっております。あこれ塗り方とかあんのかな、ちょっとある出来事がありましてね、忙しいっていうかちょっとバタバタしてて、ちょっと撮影もねもうほんと急遽やってるような状態なんですよ。だからこのカメラもさ三脚がさないからさ持ってくりあるんだけど、今ねあの太ももに挟んで撮ってますよ。これこういう状態になってんのかな、このクリームももしかしてさなんかこの熱でさ溶けてんじゃないのこれ、まあ、でもなんか皮には良さそうななんか雰囲気はあるけどね、つけすぎかなもしかしたら。あでもなんかしっとりしてきたよ、かっこいい。うわこことか すげえかっけえ、ここ赤いカブトムシみたいないやあのねさっきバタバタしててって言ったんですけど、実はね犬をもう一頭飼うことになってね、あのね前からいいよねって言ってた子がいて、まあちょっとタイミングがあって、まあ、その子を飼うことになって、でちょっとバタバタしてたんですよね。しかもさそうそうだからうちにもさもう先に先住犬がいるんですよ。じゃあ犬を飼うことってさまあ何回かさ何経験があるから、まあ、そこは問題ないんだけど、多頭飼いって初めてなんですよね。だからさちょっと先住犬も、まあ、バズっていうんだけどフレンチブルドッグねがどういう風になるのかなっていうのがちょっと想像がちゃんとできてなくって、でまあ合わせてみたらちょっとねやきもちみたいな焼きまして、うん、あお前もそういう風になるんだみたいなさ、うん、でね普通に子犬を迎えるよりさ 1.7 倍ぐらいちょっと大変かなっていうような状態で、でこのねアイリッシュセッターをややこしいな、ここで犬の名前出すのちょっとややこしいな、まあ、アイリッシュセッターをさちょっとあのほったらかしにしてしまっていてね、ちなみに迎えたのはゴールデンです、ゴールデンレトリバーね、で先住犬はフレンチブルドッグね、うん、で今こうオイルを入れてるのはアイリッシュセッターねオイルっていうかこれデリケートクリーム、うん、いやそれにしてもなんか入れたらさあのかさつきがなくなった感じするな、なんかボロボロになってさっきは何だろう剥がれてってたんだけど、それがねなんかあんまりなくなったかなっていうような印象はあります。うん、デリケートグリーンいいな、あでもかっこいい、この辺とかすごいかっこいい、この辺ね映ってるかな、この辺皮が喜んでるような気がする。よかったですね、よかったですね、よしあれ来たか、
来た。おしっこすんなよ。おしっこすんなよ。あ、おしっこじゃー。おしっこじゃー。おしっこしてるー。はい、というわけで、このデリケートクリームを塗ってから2日ぐらい経ちました。うん。じゃあちょっとね、最後、仕上げに、まあブラシでもしてみましょうかね。はい。デリケートクリームを塗るまではこうちょっとこすっただけでなんかこう粉が吹いてさ剥がれるみたいな感じだったんだけど、デリケートクリーム塗ってからはそうでもなくなりましたね。ちょっとこう皮にさ張りが出てきたみたいな感じになってます。でもこれブラシなんかしたら剥けるんじゃねえって思うんだけどこれやる意味あんのかな、そもそもね。このね、こうやってこうないこうするとこう色が変わるっていうさ、皮の多分中の方が見えるんでしょうね、こうやってやったら。まあ、そんだけ細かいひび割れがあるっていうことだと思うんですけどね。この辺とかちょっとやばいよね。この辺の皮の感じはすごくかっこいいんですけどね。この辺とかね、もう犬が気になりすぎてさ、なんていうの、もう仕事もはかどんないっす、全然撮影もはかどんないっすさ、ダメですねまあいいことしよっか、回ってきたの。どうこれ、これどう、これどう、これ匂い嗅いで、はい、いい感じ、どうこれ、はい、匂い嗅いだ、かまんで無理、かっこいいだろ、かっこいいだろね。まあね、とりあえずこんな感じで出来上がりました。はい。でこのね、紐もね、洗ってたんだよね、だいぶ綺麗になってますよ、これね。ダメ、紐ちょっと、このさ、紐さ、いつもさ、迷うんだけど、しょっぱなね、下から行くべきなのか上から行くべきなのか。ちなみに僕は下から派かな。下から派、まあ、下から行ってみようか。暑いよな、ごめんな、どうしたら行くから。はい、というわけで、出来上がりましたこんな感じね。まあでもだいぶいいんじゃないの。なんか紐がさ、なんか新しいっぽくなってるからちょっと違和感あるけど、でもだいぶいいんじゃないかなと思います。うわっ、打ちつった、こーわっ、よいしょ、はい、こんな感じ、よいしょ、よっ、ちょっとおしゃれなパンツだけよっていう感じですよねまあ今日は許して、出てきた、あれかわいいですね。はい、はい、以上、送り料理で送り研究した、置いたらかぶってるよ、かぶってる。